こんばんは。今日は PR 部隊のムック本の渡し会、渋谷ツタヤ来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。広島にね、帰ってきましたよ。すごい、5時間ぐらいかけて雨で止まってたんですけど、疲れた。まあ、帰ってきたのは全然もうちょっと前なんですけど、めちゃくちゃ疲れましたね。お洋服も可愛い。そう、おろしたてなんです。今日がワンピース。新幹線止まってて大変だったでしょ。そう、今日はね、ずっと止まってましたね。全然動かなかった。大変でしたよ。人も多いし、帰ってきてよかった。広島はね、全然雨降ってなかったです。お渡し会ありがとうございました。次はね、広島のタワレコであります。またね、来られる方よろしくお願いします。結構長めにお話できて楽しい。楽しかった。セクシー、嘘、どこら辺が 腕かな 袖はない。確かに、ちょっともしかしたらみんなには刺激が強かったかもしれない。もうあれだから、ファンの皆さんはなんていうの、セクシーのレベルが小学生で止まってるから、ちょっと小学生、心が小学生の皆さんにはちょっとあれかもしれない刺激が強いかもしれない。そんな服で外歩けないでしょ。どういうこと？ どういうこと？街歩いてみてくださいよ いっぱいいますよ最近ね、めっちゃ暑いんだよね。なんか風がないんだけど、太陽が出てなくても暑いっていうか、湿気。全身みたい。ワンピースです。こういう感じの長めの。ちょっと立ち上がるのはめんどくさくて立ち上がれないんですけど、まあまたいつか皆さんの前で着る機会があれば。今日は久しぶりに会えて、おきちゃん大人っぽくなったなって思いました。またタイに行ってもいいかな。ぜひ。確かに今日久しぶりの人多かった。どこ行ってたのって言ったら「都会してた」って言って「ええー!」みたいな。「都会してたの？」って言ったら「でも戻ってきたよ」って。わ、あなたじゃないけど そういう人もいて、ちょっと面白かった なんか そんな爽やかに いる めっちゃなんか、なんていうの、すごい和やかな雰囲気で 帰ってきた。爽やかで、爽やかすぎて私も爽やかだった。いや、面白かった。ありがとうございます。オキポの服の好みが未だに分かりません。なんか今日可愛いじゃないですか、服。これプレゼントでもなく自分で買ってるやつなんですよ、このワンピースも。でも普段はマジで好きなのは Y2K っていうか、ちょっとかっこいい寄りのなんかジーパンとかチビティ、ちょっと死語だけどチビティとかが好きなんですよ。でもなんかアイドルのファンの人にあんまウケないなと思って、 Y2K は。
し、私は別に女の子のファンが多いわけでもないからあんま受けないなと思って、最近服を買うときにファンの人用向けの服と自分受けの服を半分半分で買うようにしてるんですで自分用の服の時はもうメールでしか写真あんま載せないようにしようと思って、ツイッターとかにはあんま載せんとこうと思って、まあでもこれはまあ普通に可愛いとも思ってるんですけどね、こういうのは SNS 用ですでも可愛いですよね、私可愛い服も好きなんですよ。これはオリーブでオリーブってところで買いました、うん、そうなんです。最近なんかだから服を買うときになんかでも楽しいですよ、全然その趣味がちょっと違うから、うん、そう、まあこういうのはお話し会とかでも着れるかなって、どっちもには嬉しい、ありがとうございます。まあでもショールームとかしてたらね、さすがにこうね、なんかファンの人用向けの服ばっかり着てたらマジで同じ服ばっかりになるから、ちょっとそこはまあ緩く見てもらいたい。これリボンが後付けなんですよ、後から自分で、だから私リボン超下手くそなんですよ、ね、なんか紐をこう通して自分でリボン結び、でもリボン結び独学だから、ほらマジ下手くそちょっと今鏡越しになってるから、だからちょっと後ろに隠しとく。これもリボン、リボンリボンです。なんかドキドキする。そうですもんね。小学生男子ばっかりですから、この配信は。こんなんでドキドキしていただけるなら全然。もうなんか近所の中学生のお姉さんの気持ちになります。年は全然違うけど。ワイラチョロカロー。チョロいね。チョロいけど。チョロくてありがとう。おしゃれした甲斐があります。へ、少年の心を忘れてない、うん、なんか皆さんがその少年の心を忘れてないおかげで私もありはしない、なんていうの、こう小学生の男の子をからかう中学生の近所のお姉さんの気分を味わえる、そんな記憶はないんだけど、そんな記憶はないんだけど、でも実際に考えてみたら画面の前の皆さんは私よりはるかに年上っていう、あの脳がバグる、あれって、なんか脳内がバグるけど、考えたらダメなんですこれはだから考えないで小学生と中学生の近所のお姉さんっていう手で今日は行きます。考えるな、感じろ、いやそうなんですよ、だから皆さんも真顔で小学生男子みたいなコメントしといてください
いやでもそういう冗談は置いといて、本当に最近暑い、もうムシムシが過ぎる、うん、困ったねこれは。でもあ、なんて言うんですかね、制汗シート私常備してるんですけど、なんかあれでこう腕とか首とか拭いたらなんか体調悪くなるぐらい寒くなるんですよ。どうしたらいいんですかね。でもなんか汗を かいてる、かかなくてもなんかベタベタするじゃないですか。なんかもう粘着テープみたいな体になるんですよ、ペタペタペタって。それが嫌でシートで拭くんですけど、めっちゃ寒くてピャ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 ってなる。刺激が弱いの選んでみたら、私もギャッツビーとか使ってないんですよ。なんかビオレのなんかベリーの香りみたいな、めっちゃ弱そうなやつ使ってるんですけど、それでもねブルルルルってなる。でも一回ギャッツビーのなんかメンズなんかクールゼロみたいな、なんかめっちゃ冷たそうなやつ一回使ったことがあって、でそれなんかこう脇に一塗りしたんですよ、1年か2年前ぐらいに。そしたらマジで家の中でガガガガガガガってなって、布団かぶっても震えが止まらなくて、私には早かったですね。ギャッツビーってカッコつけてたの、なんかうん、カッコつけてましたね凝りましたね。そう、多分メンズ用はより強力。めっちゃキンキンだった。そっからは使ってないですね。そんなに冷えるなら使ってみようかな。いやーでも男の人にはいいんじゃないのかな、外で仕事してる人とか良さそう。めっちゃ冷たかった。私にはちょっと刺激がめっちゃ強かったけどかと思えばなんか室内めっちゃ寒かったりとかするから本当に難しい。上着はまず必須なんですよ、アウターは必須。なんかこの時期が若干こう夏より冬より若干難しい。クマありがとうございます。クマさんいて。クマ。新幹線の中とか寒かったでしょ。新幹線寒かったような気がする。でも上着着てたからまあまあまあ。今日はね新幹線その止まっちゃってなんか4時間以上いたんですよ。正確には分かんないんですけど、なんか結構5時間、え半ぐらいいた気がするんだけどな、5時間半とかいたような気がするんですけど、体感的にはめっちゃ止まってて、もう本当にね何回もね寝たりとか、なんかもう本当に暇つぶしゲームをやったりとかラジオ聞いたりとか、もう本当にいろんなことを試してたんですけど、私ちょっとびっくりしたことがあって、なんかこれ別にわざわざ配信で言うことでもないんですけど、これどうなんだろうってこう思うことがあって、なんかね新幹線でその靴と靴下をなんか隣の人が座った瞬間に脱いで、私はなんかそういう人を初めて見てめっちゃびっくりしたんですよ。え、なんか靴下と靴を脱ぐ人を初めて見て、なんか裸足になったんですよね。で私初めて見てこれはどっちだと思ってなんか調べたんですよ。まだ
みたいな。そしたらなんかグレーラインみたいな、なんか違反ではないけどみたいな、なんかグレーラインで、私はなんかこのなんて言うんだろう、そうなんやって思って、なんかね初めての光景でびっくりした。でも意外となんか多いらしい、飛行機とか新幹線とか。私5年間ぐらい新幹線乗ってて初めて見たけど、暑いならサンダル履いた方がいい、夏は。靴を脱ぐ人見たことあるけど、靴を脱ぐのはありなのかな。私靴も脱いだことないんですよ。なんか本当にその玄関以外で靴を脱いだことがあまりないないっていうか、ない文化で育ってきたんですよ靴はわかる。あ、そうなんだ。靴脱がないんだね。脱いだことない。映画館で靴脱ぐ、それ大丈夫なの？大丈夫なのか、私が気にしいなだけなのかな。なんか靴もなんかって思ってしまうけど、そっか、靴は別になのか。わかんない。私はその人生でそういう人に出会ったことないからし、見たことなかったから、今日が初めてだったんですよ。だからわかんない フットレス、あ、でも確かにフットレスは確かになんか靴を脱いでって書いてたような気がする。私フットレスも使ったことないからあれだけど、クマありがとうございます。でもフットレスがない座席もあるじゃないですか。その時ってあれなのかな、脱ぐのかな。っていう、私は今日すごいね、なんかどっちだって思った。私は脱いだことないし、なんか脱いじゃいけないものだと思ってました、靴も靴下も。衝撃的だったね。なんかなんか自分が無知なのかなって、そのなんか分からなくなった、その衝撃的っていうのが そっか、靴はいいのか。なんか確かに夏は暑いから、もう私も最近はスポーツサンダルの購入を検討してる。靴下履くのが嫌で メンバーはね、なんか最近スポーサン履いてるメンバーが多いから、なんかスニーカーのメンバーあんまりいないんだよね。だからそのメンバーはでも見たことなくて、初めて見たっていうか、でもなんか調べたら割とよくいるらしい。そうなんやって いやでも難しい問題な気がする。でも自分はなんか気になってしまうな。
あの人のがどうとかじゃないけど、うん、なんか人目を気にしてしまう。今日ちょっとねすごい気になったことでした。でもこれはちょっと正解が見つからないかもしれない。おきちゃんはできれば履いててほしいんだね。履いててほしいっていうか、私が脱ぐ文化がなかったからびっくりしちゃったっていう感じ。靴脱いだ、え、靴下もみたいになってしまった今日。申し訳ない、ちょっと見てしまった。あんまないから。そういう、そんな感じでした。なるほど。統計したら、今コメント欄で統計したところ、靴下はほぼ 90% の人は脱がなくて、靴は 60% は脱ぐっぽい。70、いや60、統計結果です。私の目測によるコメント欄統計結果。うん、お気遇か調べ。うん、当社費です。アンケート取るほどのことじゃない。いやそれはそうなんよね。いやなんかちょっとびっくりしちゃってね。どうなんだ、どっちだってなりました。車では脱いだことない。靴、なんか一回履いたら脱ぐのめんどくさいって思っちゃうタイプかも。だからあの一回靴履いて外出て忘れ物したって気づいたら、もう靴脱がずにあの膝で歩く、パパパパパって、あの靴があの床に当たらないようにあのこう四つん這いで忘れ物を取りに行くタイプ、そっちタイプかも。なんでだろうね。よいしょよいしょよいしょって、なんか一回履いたらちょっと脱ぐのめんどくさくなっちゃう。あでも分かるって人結構いる。なんでなんですかね。なんか靴履く動作って若干やっぱりめんどくさい。だからあのナイキとかのあのこう足を入れたら自動的になんか靴の方から履かせに来るあのスニーカーちょっと欲しいですもんね。なんかこう足を入れようとしたのがシュボってなんか吸い付いてくるようなやつ。あれはすごい未来の靴になってほしいですね。うん、最近はね、そうですね。まあでもスポさん欲しいな。うん。パワーありがとう。タワーの
お礼書きます。皆さん、スイパラ今日から始まったんですけど、行きました？なんか検索したら割と結構の人が出だしちゃったんですけど、コンプライスティ、どうですか？私もね、行きたいなって思ってるんですよね。で写真撮りたい。来週パルコ行く。お、待ってます待ってます。まっちゃんねごさん、タワーありがとうございます。広島と上野でやってます。東京の2店舗、うん、どうでした？美味しかったですか？コンプライアンスティーは今日のイベントあと行くつもりだったけど行けなくなったから明日行く。お、じゃあぜひ。なんかランダムマットなんですけど、コースターかとかあるらしいんで、ぜひぜひ。私も行きたい。沖味がした。嘘。沖味、まあでも私の好きなものしか入ってなかったから実質ね、そうそうよね。オキフォの味といっても過言ではないでしょう。いや割と過言かもしれないけど、うん、私も行きたいな。メンバーもこれからどんどん行き始めるんじゃないかなって思うけど、うん、ぜひぜひ。青春の味がする。いいこと言うね。青春の味感じてください。うん、クリームが置きっぱらしい。そう、生クリームはチャームポイント。でももっと飾りつけたらよかったかな。なんか自分他のメンバーの見ずにさ案出したから、なんか他のメンバーめっちゃ飾りつけてて、ちょっともっと飾りつければよかったけど、あと旗が一人だけ真っ黒でなんか海賊の旗みたいで、ちょっとやらかした。まあでもそれもまあまあ個性ということで。うん、ぜひね、今日から7月から始まりましたので、皆さんぜひぜひ行ってみてください。もっとコンプラ攻めてくるのかと思いきや、え、フードドリンクでコンプラ攻めるってどういう案がある？じゃあ例えば難しくないですか？なかなか教えてよ、何が好きか。サンドイッチ。スイパラのイベント出ないの残念。そうそう、私イベント出ないんだよね。ももちゃんとサーヤンとキャプテン副キャプテンが行く。ネーミング、ネーミング。クマありがとうございます。赤マムシ入れる。キャラじゃなくない？逆にコンプラなのそれ。ネーミングってどういう、例えば教えてくれよ、その君たちのセンスを。沖の残り湯、
ああ、それはね、コンプラじゃなくて普通に気持ち悪いね。食欲なくすね、それは。それは食欲なくしますね。衛生観念ゼロですね。オキ汁入りドリンク、皆さん本当にね、なんかコンプライアンスを何かと履き違えてないですかね。履き違えておられませんか。とても食欲がそそらないメニュー名ですね。一人でも大丈夫ですか。全然一人でも行きやすいと思いますよ。事務所保健所 NG、 いや本当ね、本当それよ。小学生だもん。小学生だったら許せるけどね。本当に小学生であれば許せるけどね。君たちが本当に小学生であるならばよ。キモ、自に、自称だから。自称だから。よろしくない、よろしくない。小学生かもしれない。かもしれないがついてる。まあでも他のメンバーのねフードとかもいろいろと美味しそうなのいっぱいあったから、ぜひぜひ行ってみてください。楽しみやね。お疲れ様です。お疲れ様です。フードも楽しみね。フードも結構充実してる。ピザとかラーメンとかカレーとか。フード出すなら何出したかった。フード出すならそうだね、うーん、なんかこのメニューの選び方もすごいなんか決まってたわけじゃなくて、もう本当にいろんな候補みたいな、自分がやりたいやつをブワーって出していくみたいな。で、私はフードの案は出してなくて、スイーツは出してたんだよね。で、スイーツでやりたかったのは、やりたいなって、その案はティラミスとかプリンとか、何出しただろう、モンブランとか、なんか割といろいろ出してた。あと飲み物もクリームソーダとか、まあ、ミルクティーは出してたし、飲み物何出したかな、なんか炭酸系もアイディア出してた気がする。なんかいろいろ本当に出して、なんかこういろんなメンバーとの兼ね合いでミルクティーになった。カヌレ、カヌレはね絶対1年前にやってたら私はもう絶対カヌレだったと思う。そうなんよ、1年前にスイパラのコラボがあったらもう絶対にカヌレだったと思う。でもカヌレじゃないんだ。いやでも書いたかな、もしかしたら書いてたかも、カヌレって、うん、今あんま好きなお菓子とかがないからな。カヌレブームは急に、そう、カヌレブームはもうパタリと自分の中では過ぎてしまった。うん。おきちゃんのペンライトフィルム届きましたよ。ああね、すごいなんかもう続々と届いてらっしゃってるみたいで、ぜひね入れてみてください。
コンプラウサギちゃんたちがいっぱいいます、うん、ぜひぜひぜひ、流行り廃りが激しいスイーツ業界。でもスイーツ業界もさ、なんかファッションと一緒で巡り巡ってるんじゃないですか。タピオカみたいにカヌレもなんか巡り巡りそうな気もするけどね。どうなんだろう、ナタデココ的な。確かにナタデココ、ナタデココでもちょっと苦手だな。なんかあの缶とかに入ってるタイプの、缶ジュースとかに入ってるタイプのナタデココちょっと苦手だったかも。あのプチュって潰して液体が出てきて、その残った皮の処理がちっちゃい頃分からなかった。ちょっとフルーツにの皮に似てて得意じゃなかった。今食べたら違うのかな。ちっちゃい頃はあんまり得意じゃなかった気持ちがある。ナタデココ食べる機会あった。給食とかフルーツポンチとかよく出てきてた。でフルーツ食べれないからあのポンチ食べてたポンチって言うのかなあのナタデココ給食ね、残したら怒られるから、うん、クマありがとうございます違うのかな、炭酸水のことだったのかな、うん、まあ、そういう感じもありましたね。タピオカは好きなんだけどな、割と流行り去った今でも割とタピオカは好き、うん、私そうだ今思い浮かんだんやけど、好きなお菓子あった。私あのなんかなんて言ったらいいんだろう、ソフトクッキーって言うんですかね。なんかあのスタバとかなんか売ってるんですけど、なんか大きめの、まあ大きくなくてもいいんだけど、でもサクサクじゃないめっちゃしっとりしたクッキー、あれめっちゃ好き。セブンイレブンとかにも売ってるんだけど、カントリーマーム、マームみたいなもう ほぼねっとり系のクッキー、あれ超好きかも。でもあれカロリーめっちゃ高くてびっくりした。この間見たら400とかあった気がする。やばいよね炭水化物。コーヒーと同じくらい値段する。いやそうなの、結構高いんだよね。しかもでもめっちゃ美味しいの。なんでってぐらい美味しいの。なんでなんだろうね。クッキーはサクサクじゃろがい。違う、一回食べてほしい。しっとりのクッキーを食べてほしい。多分なんか本当にもっと柔らかくてもいいって思ってしまう。基本しっとりが好き。サクサクも好きなんだけどね、今はしっとりかもしれない。うん。味食感どっちがすごいの。え、どっちもかな。なんだろうね、カントリーマーム的な。カントリーマームほぼそうなんだけど、似て非なる異なるものなのだよ。カントリーマームの中身みたいなやつ。中身、いや逆かも、外かも。いや、え、どうだ、私は外のような気がするけど、
でもめっちゃ美味しい。それになんかカフェラテとかコーヒーとか飲みながら食べるのが割と私が感じられる小さな幸せベスト3ぐらいに入るかもしれない。どこのコンビニでも売ってる。でもセブンじゃないかな、カスタバか。まあでもどこら辺にでもいい。ソフトクッキーとかなんか名前を変えてあれど、もう見てわかるんだよね、これはサクサクじゃないって。見た目がもうしなしなの見た目をしているが好きですね。スタバのも美味しい。あとこの間はタリーズも食べたなんか無条件で買ってしまうんですね。ああいうのって大体レジ横に置いてあるから、あのカフェとかのよくあるチェーン店のカフェとかの大体レジ横とかに売ってるんで、なんかついつい手に取ってしまう。結構美味しい。どうだろう、男の人が好きかな。でもコーヒーとか好きなら合うと思うんだよね。甘いのが好きじゃなかったらちょっとあれかもしれないけど、でもなんか男性ってコーヒーが好きな人が多いイメージだからコーヒーには絶対合うはず、それはもう私が保証します。レジ横はつられちゃうかん。結構つられがつかも、あのチュロチョコとかなんかね、あそこに置いてあるちっちゃいお菓子結構釣られてしまう。なんでよね、なんでだろう。なんかね買っちゃうんですよね。ちょろい。いやほんとね、よくないよね、自分でも思う。釣られちゃいますよ。この間、昨日かなんか昨日はその東京に 前乗りしてて千穂さんとマネージャーさんとなんかコンビニに行ったんですよ、東京ホテル着いてから。でなんかちょっと関東のコンビニと中国地方のコンビニってやっぱ置いてあるものが若干違うんですね、同じ店舗でも。だからめっちゃ楽しくて、もう3人で千穂さんとかめっちゃもうすごいみたいなリアクションがすごいからもう見てワイワイしてすごい楽しかった。なんか中国地方ではなくなってたものが関東にはまだあったりとか、逆もあったりとか。なんか最後見せてる時に千穂さんがこのコンビニはレベル高いですねってマネージャーさんに言ってた。なんかすごいソムリエみたいになったなんかコンビニソムリエがいらっしゃった隣に。でも確かになんか広島のセブンイレブン、確かになんかそのお弁当とか見てもなんか広島の何々を使ったなんとかみたいなめっちゃある。お好み焼きも絶対広島のあの焼き方のやつだし、結構広島要素すごい。なんかね、東広島のなんたらかんたらなんとかみたいな惣菜みたいなとか売ってる。もう私は本当にね自炊しないからほぼほぼスーパーかコンビニなんですけど、なんでも最新情報は常にチェックしてるんで私のライフラインなんでコンビニはね全然いつでもおすすめ言いますね。わざわざ広島行ってコンビニ飯しないから知らなかった。いや結構違うよ。いや私もわざわざ関東 SA 行ってコンビニねえ
広島でも行けるところに行きたくはないなと思うんだけど、もう夜遅いから何にも行ってないんだよね。しコンビニも楽しいんですよ地域の特色があって。だってこないだと昨日とかも着いたの11時半とか40分とかで、もうコンビニ行ったら12時過ぎてて悲しかった。いやーもうあと1分で下半期がスタートしますねとか言って大体空いてない。セブンのアイス好きなやつ、私アイスあんま見ないんだよね。でもチョコモナカジャンボとか結構好きか、うん、最近アイスボックスでなんかいろんな飲み物入れるのハマってて、やっぱ私はエナジードリンクが一番好きなんだけど、あかりんさんがこの間なんかメロンジュース、メロンソーダ入れててめっちゃ美味しそうだったから、ちょっと試してみようかなって思う。あとね、なんか最近セブンイレブンで、私よく行くコンビニがセブンなんですけど、なんか北海道フェアやってるからガラナとか売ってて、ガラナ入れたら合うんじゃないかって思って、ちょっと今度入れてみようかなって思ってる絶対美味しい気がする。うん、エナジードリンクはね、もうレッスンの時は大体飲んでますね。この間サーヤンと一緒にレッスン前にコンビニ行ったんやけど、サーヤンが今から何を買うか当ててあげるねって言って、エナジードリンクってドヤ顔で言ったら、いや違いますって言われて、え、エナジー買わないのって言ったら、いやもう飲んできましたって言われた。えって早っ、すぎでしょ。なんか最近サーヤンと話す機会がめっちゃ多いんですよね。でたまによく見るんですけど、やっぱりエナジードリンクを摂取してらっしゃる。私はこの間初めてあのレッドブルのグレープ味を初めて飲みました、うん、美味しかった。でも私は割と普通の方が好きかも。そう、やっぱねレッスン中は集中力をね高めたいからエナジードリンク飲んでる。エナジー系苦手、まあ、でも飲まなくてもいいなら飲まない方がいい気もするよね。なんか夜眠れなくなりそう、カフェイン的な、うん、広島だとコンビニはポプラのイメージ。ポプラか、市内あんまり見かけないけどな。ポプラでも岡山に行った時たまに行ってた。好きだよ、あのご飯ついでくれるシステム。なんかいいよね。え、めっちゃ他のコンビニでも導入してほしいぐらいめっちゃいい。あのご飯がないんですよね、お弁当買ったらおかずだけで、でご飯をあなんかあの釜からっていうか炊飯器から直でついでくれる。そうだからほかほかご飯、昔だけどね、今は分かんないの、そのイメージかも。ポプラといえばすごいサービスでしょ。普通にお弁当屋さんみたいじゃない。ローソンもない。え、嘘、知らない。ローソンそうなの。
私さ、ローソンめっちゃ大好きなんだけどさ、一個だけローソンに言いたいことがあってさ、私ローソンのマチカフェのミルクティーめっちゃ大好きなんですよ。で、あのミルクティーの元を一般発売してほしい。マジで売ってないの、あの缶、あれ売ってほしい。絶対買い占めるのに。本当に。しかもやっぱローソンの街カフェはやっぱ他のコンビニと違ってこの店員さんがやってくれるから申し訳ない、自分でやるからあの缶を売ってほしい。本当に絶対美味しいから絶対買うのにって思っても一般発売してないからもうしょうがないからスーパーでポーション買ってミルクティー作ってる。うん、今日初めて直接沖ちゃんに会えて即ツイッターのプロフィール欄に推しメンとして加筆しました。お、ありがとうございます。嬉しいね。ミルクティーのこと、もっと、あ、そうそう、なんか缶なの、缶を入れて、でハーフアイスミルクを入れてくださいねって言われて、あのお客さんが自分でミルクを流し入れる、その缶が欲しい。私は売ってほしい。もう頼みすぎてね、なんか多分アイスミルクって言ってあんま頼まれないのかな、その店員さん的には。だからめっちゃあのピッてするんやけど、メニュー表をなんかめっちゃ探すんですよ、アイスミルクっていうところ。だから私が、あ、この下のやつですって言って、で、あの缶入れてハーフアイスミルクですって、あの言う。なんか、あ、多分この店員さんはアイスミルクティーを注文されたことがないなって分かるんですよ、もうミルクティーを頼みすぎて。多分主流が多分カフェラテとかなんだと思う。そうなんよ。初めて行ったコンビニとかで頼んだ時は、あ、ここです、下です。でもなんか今新しいなんかコーヒーゼリー入ってるやつ、あれ美味しそうだったな、ローソンのなんかバズってた、コーヒーゼリーの入ったカフェラテかな。うん、いいよね、なんかああいうコンビニのカフェって手軽だし、うん、そろそろ残像を読もうかな、もう時間が。今から買ってみようかな。うん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 、ぜひおすすめです。ではでは、壇上を読みたいと思います。7月、そういえば7月になりましたね。メールとかも今日からまたよろしくお願いしますっていうご挨拶。では13位から読みます。13位セリアさん、12位白熊さん、11位スギアンさん、11位、あ、変わっちゃった。13位白熊さん、12位スギアンさん、11位純ちゃん、10位オリちゃんさん、9位ホクさん、8位ジェリーさん、7位テリーピーさん、6位トートーさん、5位カズノイさん、4位バンボシさん、3位カバチャさん、2位アッチャさん、そして1位がまっちゃん2号さんでした。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。まっちゃん2号さんはタワーもありがとうございました。今日の私会も来てくださってありがとうございます。というわけで7月もね始まりましたけど、ぜひぜひ下半期もまた半年よろしくお願いします。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。明日の予定は、明日は踊る、メイクしないから配信しないかもしれない、ちょっと肌、お肌休ませで、今日だから見といてください、バッチリメイクしてるんで。ちょっと最近もすっぴんの日は
すっぴん NG にしようかなって、事務所事務所 NG に勝手に し始めたので、あの可愛い可愛い私を見てお別れしてください。やや私よ、やや私よ、まず暑さを乗り切らなければいけない下半期ね、本当に暑さに気をつけてください。また7月もよろしくお願いします。お疲れ様でした。あと3分や明日結婚して、急やねん急やねんもうちょっと仲深めようぜ、急やねん。来週楽しみにしてます。来週ね、ライブとか、あと命の歌とか、花だれ公演とか、課外活動もあるし、いっぱいある。楽しみだね。あとあれもある。今日やったやつ、お渡し会。わーお、いっぱいあるね。お待ちしております。ぜひぜひスクショタイムください。スクショタイムね。でまあちょ余ったから時間が、はい、チーズ。カッツカッツ、最後に全身見せて、ちょっと私の中のフェミニストがダメだって叫んでるのでちょっと見せません。まあメールとかで気が向いたら送るかも。ありがとう、今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそ。ゆっくり休んで。あ、でも明日も日曜日か、休めるんじゃないの、大体の人は。休めない人もいるのかな、頑張って。お疲れ様でした。おやすみ、ありがとうございました。明日仕事、あら、ありゃりゃ、頑張れ、バイバイ。今日も一日ありがとうございました。7月もよろしく、バイバーイ、おやすみなさい、バイバイキュー。